ロアール・アムンセンは、ノルウェーの探検家。日本では、ロアルト・アムンセン、ロアルド・アムンセンとも表記される。主に極地に挑んだ探検家として知られる。イギリス海軍大佐のロバート・スコットと人類初の南極点到達を競い、1911年12月14日には、探検隊を率いて、人類史上初めて南極点への到達に成功。また、 1926年には飛行船で北極点へ到達し、同行者のオスカー・ウィスチングと共に人類史上初めて両極点への到達を果たした人物となった。ノルウェー島南部のボルゲで海運業を営む一家の4、男として生まれる。1888年にフリチョフ南線がグリーンランド横断に成功したことに感動し、探検家になることを決意した。 アムンセンの母親は、彼が、家業の海運業を継ぐのではなく、医師になることを望んだが、二十一歳の時に、母が没するとアムンセンは大学を中途で辞め、船乗りになった。その後、少年時代の夢を叶えるべく、八百九十七年から八百九十九年に、かけて、ベルギーの探検船ベルギカ号の航海士となって、探検隊に参加することとなったが、ベルギカ号は、 南極海で流氷の群れに閉じ込められて身動きが取れなくなり、気せずして南極発の越冬探検隊となった。この越冬時にアムーンセンは極地の経験を積み探検家としての道を歩み始める。ヨア号。1913年撮影。20世紀の初頭において大西洋側から太平洋側へアメリカの北を回って航海する北西航路は 大和間の最大航路になりうると考えられていた。16世紀以来ヨーロッパの多くの航海者が挑戦してきたが氷に阻まれ誰も成功せず、19世紀に入ってもイギリスのジョン・フランクリン率いるイギリス海軍の艦隊がカナダ北方で全滅するなど多くの犠牲者を出してきた。フランクリン探検隊の失踪と全滅はアムゼンに大きな印象を与え、 北西航路団に挑みたいという願いが高まった。1903年、アムンセンは借り入れにより探検費用を整え装備と船を差し押さえようとする債権者から逃げるようにして乗員6名と共に47トンの高生規範漁船用アゴーで大西洋から北西航路へ入った。彼はバフィンン、ランカスター海峡、ジェームズ・ロス海峡、霊海峡と 東から西へ向かう航路を選んだ。キング・ウィリアム島とブーシア半島の間の霊界橋は、新しい氷が多く比較的航行可能で、この選択が成功のもとになった。ただし水深がわずか1メートルと非常に浅い部分があり、ヨアゴウだから航行できたものの、それより大型になる商船の通過は、不可能な航路であった。キング・ウィリアム島近くで2回越冬したアムン船は、 イイヌイットから犬ぞりの使い方や重皮の着方など艦隊で生き残る術を学び、これが後の南極などの探検に生きた。1905年夏に越冬地を発してビクトリア島の南を航海し1905年8月17日にカナダ北極諸島を抜け防法とかへ出ることに成功したがアラスカ沖で流氷に閉ざされ3度目の冬を越すことになる。彼は 氷の上を8 0 0トル歩いて、アラスカ州イーグルに向かい、北西航路横断の電報を打って、船に帰った。次の夏、氷を脱出したヨア号は、ベイリング海峡を通過し、アラスカ太平洋岸のノームに入港した。こうしてアムンセンは、史上初めて北西航路の横断航海に成功した。イギリスの王立地理学会は、1907年に北西航路横断と、 自北極地域の探検の業績に対し、アムンセンに金メダルを授与した。1911年12月15日、南極点に到達したアムンセン一行。左からアムンセン、ヘルマー・ハンセン、スベル・ハッセル、オスカー・ウィス・チング。撮影は5人目のメンバー、ウーラフ・ビーアーラン北西高横団公開に成功したアムンセンは、次に北極点到達を目指した。 探検家から政治家に転身したフリチョフ南線からフラム号を譲り受け着々と準備を進めた。しかし北極点探検の準備中、1909年4月6日にロバート・ピアリーが北極点に到達したことを知り目標を密かに南極点に変更した。しかし出資者や隊員にはこれを告げず秘密裏のままに準備を進め、1910年8月に 北極探検のため、ノルウェーを出航した。当時、ノルウェーから、今回の探検の入り口とされたウェーリング海峡に向かうには、アメリカ大陸を就航せざるを得なかったため、船が南に向かっても全く怪しまれることはなかった。出航後、マデーラ諸島の首都フンシャルに寄港した際に、北極点ではなく南極点を目指すことが、乗組委員に初めて明かされた。アムンセンは、この際、 これに反対する者は直ちに下船して去っても構わないと言ったが乗組員はこの計画に賛意を示し計画はスムーズに変更された同時にノルウェーにもその旨電報を打ち出資者の手が届かなくなってから公表された探検出資者には南極点に到達した後北極を探検するとしこれを拡大計画と称したまた大西洋の気候地から同じく 南極探検の途上にあったロバート・スコット宛てに、我が南極に向かわんとすとの電報を送っている。スコットは途中寄港した、オーストラリアのメルボルンにてこの電報を受け取った。この電報について、英国側では甚肌無礼で、挑発的であり、突然のライバル出現にスコットは動揺し、失敗の一因となったと受け止められている。もっとも、アムンセン本人は、無礼ないとは毛頭なく、 事前の連絡なしにいきなり南極で遭遇する方が、かえって無礼であるということを辞書などにおいて主張している。また、白瀬信率いる日本隊の動向にも一時は、注目したが、準備の様子を聞いただけで、ライバルにはなり得ないと、以後は無視している。実際、当時の日本隊は、ノルウェー人のスキーを見て、妙な板を履いているなどと書き残しており、根本的に準備不足だった。 1911年1月14日、アムンセン隊は、ロスタナゴーリの北東部にあるクジラ湾から南極大陸に上陸し、そこにフラムハイム基地を建設、越冬と探検の準備を始めた。スコットはすでに1月2日に、西側のロス島に上陸敷地を建設していた。アムンセン、スコット両隊は、半年以上をかけてデボの作成や、周囲の探索を行い、 来たるべき探検の準備を行った。南極点に向かいアムーンセンの取るべきコースは、距離は1 5 0 0トルで、スコットよりも1 0 0トルほど短く、また、基地周辺には、食料となるアザラシが大量に生息していたものの、スコット体のコースのほとんどが以前に探索されたもので、あるのに対し、アムーンセン体のコースは、ほとんど未探索のものであり、 未知の土地を進まねばならない危険が存在した。1911年10月20日にアムンセンは4人の選抜隊とともにフラムハイムを出発し、4台の犬ぞりを1台あたり13頭、計52頭に引かせて南極横断を開始する。途中好天にも恵まれて、アムンセン隊は順調に距離を伸ばし、1911年12月14日、 人類初の南極点到達を果たした。キロも順調で、1912年1月25日に一人の犠牲者も出すことなくフラムハイムへと帰還した。当初スコット隊に比べて不利と思われていたアムンセンが先に到着したのは、スコット隊が学術調査を兼ねて長いルートを選んだ上、故障しやすい内燃期間を利用した雪上車や、 体重が重く雪中での幸運に不向きな馬、牛革を重ねた形状の防寒服を採用していたのに対し、アムン戦隊は先日の極北公開の際に得た知識や経験を参考に体重が軽い犬を利用し自身で軽量化を施した犬ぞりを採用したことや耐水性に優れたアザラシの毛革服を採用したことが理由の一つとして挙げられる南極点に作ったテントには 人に全員遭難死した場合に備え、二着の到達者に当てて、自分たちの初到達証明書として持ち帰ることを依頼した手紙を残している。期間後は多くの講演活動をこなし、探検旅行の費用の負債を返済した。特にアメリカにおいては英雄として称えられ、自国よりも多くの時間をアメリカで過ごした。一方で、 自国の悲劇の英雄スコットを悲劇にするイギリスでは冷たく扱われた。独立感もないノルウェーにおいては国民のナショナリズムを喚起し国民的英雄となった。1913年のアムン戦期間後もドルネワール飛行艇や飛行船、ノルゲ号による北極点通過を行い人類初の両極点到達など精力的に活動した。1927年には 放置新聞の招待で来日している。新発明である飛行機や飛行艇を探検に使うことに熱心であり、その購入や探検費用に講演収入を使い果たし、破産の受け目にもあった。1925年には資産整理のため局地探検に使用したモード号を売却している。1928年、北極を飛行機で探検中に近くで遭難した、 飛行船イタリア号によるイタリア探検隊のノビレ隊の捜索にラタム47でおき、行方不明となる。その後、トロムス沖でラタム47のフロートとガソリンタンクのみが発見された。ノルウェーにおいて、今でも数々の功績は語り継がれており、1917年にアスケーを出港後、売却を経て1930年に、 カナダ沖で沈没したウォード号を帰国させるため、ノルウェーの企業家が資金を提供し、引き上げて、アスケーまで栄光して展示するプロジェクトが進行しているなど、国民的英雄として扱われている。2011年12月14日は、アムンセンの南極点到達から100周年にあたるため、南極点で記念式典が行われ、多数の探検家やノルウェーのイエンス、 ストルテンベルグ首相らが参加した。ありがとうございます。